緑、ひろみの。好きなことした。喋らへん。九回目を重ねることになりました。緑ひろみの好きなことしか喋らへん。はい。ひろみちゃん、もうどんどんと。はい。コンテンツが増えてきてま、本当ですよね。 いいろろ次はどうしようかなとか考えながらねでも1週間過ごすのも楽しいですね楽しいですね、うん、本当にね、はい、今日はひろみちゃんがどんなお話をしてくれはんのか私もすごくワクワクしてます、ね、あもうお互い様でございますよ <laughs> そこは、はい <laughs> はい、じゃあ最後まで皆さんもそんな気持ちでお付き合いください緑ひろみの「好きなことしかしゃべらへん」 ひるみちゃん今日はね、うん、もうがっつり映画のお話お内容をご紹介したいと思うんですけど、はい、例えば「好きな映画なんですか?」って言われた時に上がる作品ってどなたにもおありだと思うんですが、はい、その中でベスト5ぐらいに入ってくるのが1981年に日本で公開されました「ある日どこかで」 っていう洋画なんです1981年だいぶ昔なんですけど、はい、ただこの映画は公開したのがその81年の1月31日だから新春第2弾として出たんですけど、はい、まあ2週間ぐらいで終わったかな <laughs> ほとんど人の目に触れることなくそれは入らなかったからってことです、ね、お,<ー>お客さんがこけたっていう映画ですほんまにはよ終わるんですね 2週間が大体で最初から2週間ロックされてたわけじゃないので、うん、もしかしたら入るかもしれないってこれユニバーサルの映画ですから映画会社も大きいですし、うん、で主演が「スーパーマン」で大変人気のあった。 人なので、はい、クリストファー・リーブ、この人、あ,<ー>あの、落馬事故で亡くなられたんですけどね、うん、52歳で。でも、この人だったんで。めっちゃ骨格のカク<う>カクカクってした人、ね、ギリシャ彫国の。そ,そうそうそう。綺麗な,な,な顔したね。かっこいい人で。うん、人でだから、誰も。 こけるとは思わなかったラブストーリーなんですけど。そうですね。クリストファー・リーブが出てるってやったらちょっとミニゴかっていう人もね。うんうん、そうなんです。でしかもスーパーマンワンとツーの間にこの映画撮ってますから、<ぁ>ま言ったらすごい人気のある時に出た映画なんですけど、うん、まあもう本当に当時ご覧になった方は探したいぐらい少なかったと思います。うん、え何やろ宣伝力が低かったの、ね？まず一つはこれあのラブストーリーなんですけど、うん、SF なんですね。 ラブストーリーで s f はい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 そしてこの頃だったら s f とかちょっとタイムスリップものでラブストーリーをあるってよくあるんです最近は多いですよええこの頃ってほとんどなかったんですはあそう千九百八十一年ですねええでしかもこれ原作者がリチャードマシスンって人でこの人は s f 小説家でもありちょっとホラー系スピルバーグのあの激突とかあんなの書いてはる人なんですよねエルハウスとかだから 映画としてのそのかもしれないですがもしの内容はいいんだ内容いいんですそれでもこれね後で後でみんなが見出して<ー>だから DVD になりテレビで応援され今だったら配信になってどんどんファンが増えてきて、うん、今になってあこんな映画あったんやと思いつく方もいらっしゃるし<ー>まだご覧になってらっしゃらなかったら機会があればぜひ見ていただきたい。 ほうそうななんんや、えー、今からも42年も年前の映映画画ででですすすすけどねうんすごい,い,い映画ですおお話話はこんなお話ですクリストファー・リーブが演じてるのは新進の劇作家なんですけども、はい、まずは1980年ぐらい自分の母校で自分が書いた小説っていうか脚本、はい、これの初演が行われるっていうのでその初演があって大成功を収めたみんなで「お疲れ様よかったね大成功だったね」って。 パーーティーをしてるるところから始まるんですここにこの芝居を見に来ていた老婦人もう白髪のでも綺麗なおばあちゃんなんですその老婦人が急にこの男の人のとこへやってきてまだ新進ですからむっちゃ若いですよねものすごい綺麗な懐中時計金時計計金を渡すんです。うん、で、その時に一言「私のもとに帰ってきて。 っっって言って帰って言帰きはるんですそのおばあちゃんがそれでみんな知ってる人を知ってる人って誰も知らない、うん、誰誰誰、うん、で舞台はそこから8年後になります、うん、彼リチャードっていう名前なんですがもう有名な小説家そして脚本家になってたんですがちょっとスランプでなかなかいいものができない、うん、シカゴに住んでおりますいろいろと「早く作ってくれ早く作品出してくれ」って言われるけど思うようにいかない。だから もうちょっと休憩所を休もうと思ってで車を走らせてずっと湖の方へ行くんですねそうしたら湖の近くにグランドホテルってすごい綺麗な歴史のあるホテルを見つけるんですで最初からそこへ泊まろうと思ったわけじゃないけどあちょっとここ泊まってみよう、うん、そういえば学生時代に話題になってたなここのレストランとかでで初めてそこに泊まりに行くんです<う>部屋を予約します部屋に入ります でご飯を食べようと思ったらご飯が食べられる時間までまだ40分あるって言われたんでじゃあちょっとホテルの中をうろうろしよう散策ですねそうですねでしていたら資料室っていうのがあってでその資料室に何気なく入ってったら昔からあるホテルだからそのホテルで使われてたいろんなものが置いてあるあ面白いなって博物館を見るようにして見てたら誰かに見られてるような気がするんですうん パッと振り向いたらものすごく綺麗な女性の肖像写真が飾ってあってこっちを見てこう笑っている微笑んでいるその微笑み方がものすごく優しくて美しい本当に綺麗なんでとにきれ麗なんですねうん、うん、彼女を見た途端にも引きつけられて彼女のところへ行って「この人は誰なんだろう?」 で下に普通だったら名前とかががあるるのでそれが外されさてる、うん、おかしいな、うん、一回聞いてみよう自分を部屋に案内してくれたちょっと白髪のもう初老のベルボーイさんがいてアーサーっていう名前で「何があったら必ず私に言うてください何でも聞きますよ」このホテルの近くにいますから」って言われてるので尋ねにあの人は誰ですかって聞いたらうん、うん、あ彼女はね昔ここで芝居を演じていて。 まあそういうアトラクションがあったんでしょうその主演の女優さんで舞台女優さんなんですよエリーズって言うんです綺麗ですねって本当に綺麗な方でしたよってそれいつ頃の話ですか1912年の話ですうん 68でも前の話なんですよ,でよくそんなん知ってましたねいくらこの人年取ってハルベルボーイとかそんなにいつからここで働いてるんですか、うん、いや実はうちのお父さんがここでフロントにいてよくちっちゃい時遊んでたんです。な 知知っっててるんんでですすよその綺麗な人知ってたんです僕その時ちっちゃかったんですけどね1910年ぐらいからここ遊び場にしてて、うん、ボールでこう遊んだらいっつも父親に怒られてましたわとおじいちゃんのそのベルボーイが言うんです、はい、そうですかところがずっとその女の人が気になって気になって仕方がない夜寝ようと思ってもどうもその顔が浮かんでくる、うん、あの人に会いたいなあの人に会ってみたいなあの人はどんな人やろうと思って。 1>, もう本当は1泊で帰る予定だったんだけどどうも気になるから、うん、だから一回彼女の今までのどんな人だったかっていうのを調べたいから<ー>ここにもうちょっと泊まるわって母さんに言って借り立てられたわけですそしたら「舞台女優でこんなに活躍してこんな人だったよ」って言ってこう本みたいなところに出てくるんです昔の本です資料です。 この頃に撮った彼女の写真です見てびっくりしますあの時金時計を私に来たおばあちゃんだったんですよ戻ってきてねって言った人そう<っ>私の元に帰ってきてって言ったっあのおばあちゃんでその金時計はずっと持ってたんですリチャードは、うんうん、なんかこれは綺麗やし値打ちがあるしなんやろうなと思って、うん、えあの人だったんだあの人があんな綺麗な人だったら会いたい さあ会うためにはどうしたらいいか彼はすっごい考えて、うん、彼女に会うためにはもうタイムスリップしかない。どうしてそこに行くの <laughs> だって最初に「私のもとに帰ってきてね」って言われて金時計渡されたのは確か8年か9年8年前8年前ですよね、ええ、でそっからその時初老のおばあちゃまだったから、うん、まあもしかしたらもうお亡くなりになってる可能性もありますもんね、はい、でもリチャードは若い頃の、うん 彼女に会いたいたわけそうです、ね、じじゃゃあタイムスリップか <laughs> <laughs> かわりました今のじゃないんだねそ,うなんそのおばあちゃんにずっとついてた人がいたんで、はい、その人に会いに行って「うん、あの方はどうされてるんですか?」って言ったらある大学で会った芝居の初演を見に行って、うん、その日の夜もう何も言わずに部屋に入って音楽を聴きながら亡くなりました。うん あの人ねすごい大事にしてた時計があったんですが、はあ、それ以来その時計が見つからないんですなんとそうなんです知ってますよどこにあるから <laughs> <laughs> その時にリチャードは「えー、っ!?」てじゃああの日に亡くなったんだ、うん、渡してイン、うん、時計を僕に渡して渡して、うん 本当に興味もいっぱいだしエリーズはあまりにも美しいから必死になってタイムスリップしようとすするんですどうすんのだっていきなりね普通の生身の人間がね会いたいタイムスリップしたい <laughs> 金時しかなないどうすするってりますやん <laughs> で、ね、普通この映画は賛否両論分かれますよねっていろんな意見があるんですただこの映画の映像の美しさと音楽、はい、この音楽が「ラフマニノフの『ラプソディ』が使われてるんですけどパガニーニの主題による教師曲って1934年の曲ですけどこれがいいとこで必ず流れるんですよ。 でもう一つは劇版で使われた絵音楽っていうのが映画音楽で出てくるのがジョン・バリーが作ってるんです。007シリーズの。はいはいはい だから曲が素晴らしい、映像が美しい、そして男前のこのリチャード。うん、もうこうして見てたらもうその世界に入り込んで、爪の甘さなんか全然感じないんですよ。そこを消してしまうほどなんですね。そうなんです、ね。うんうん、で、さあリチャードはどうして考えたか。はい、でタイムスリップをすることを一回したことあるっていう人の本をまず読んで、うん、いや、ほできるのかなこの教授に会いに行って、僕実はあの、おえ子なんですけどって会いに行って。うん。そして いや1回だだけあったんだ「どうしたんですか?」って言ったら「戻りたい時代行きたい時代の、はい、もう服も全部それにして、はい、で周りのもう景色もそれにして使う時計でもコインでも全部その時代のものにして念じるんだ」って言われるんです、うん、で彼はもう必死になって全部年の服を 買いに行って。はい、揃,揃えて。揃えて。古銭、うん、屋さん行って昔のコインくださいって言って古銭を集めて。まあ、そのホテルは昔からあるホテルですから。そうですね。うん、それはそれでいいです、ね、舞台は揃ってます。うん、だから全然大丈夫。うん。そこはいい。ベッドに寝転がって、もう1918年、1918年って念じるわけですよ。ちょっと面白ないですか、それ。<laughs> 想像しただけで。<laughs> リチャードが、<laughs> ベッドの上に寝転がって。寝転がっても、もうその服を着て。<laughs> 1918年のブックを着て「行きたいここに行きたいんだ」って「あの人に会いたいんだ」って念じる念じるでもなかなかうまいこといかないそうでしょそれそうでしょあかんな何かあかんな何があかんねやろいろいろ確かめてでんかテレビとかそういう今のもんがあったらダメだからそういうの全部別の部屋入れて1918年にせなあかんから当時になかったものがあったらダメだってもう一回やり直しってグって念じた 1918年行けるんです行ったかい行かないことにはこのドラマ始まり。行ったかいおめでとう <laughs> これで大体ね始まって40分ぐらいなんですちょっと待ってどれぐらいなのあと残りあと1時間 <laughs> 向こうに行ってからだそう考えたこれ SF やから行ってからのが長いんですようんうんうん、うん、で 行った段階で、千九百十二年に行きました。六十八年間、遡りました。うん、彼女を探しに行きます。はい、彼女は一体どこにいるんだろう。うん、このね、彼女との合うシーンのカメラワークが、まあ、うまいんです。あの、全然関係のないお店の。ウィンドウを閉めて、ロールカーテンを、パーッと黒いロールカーテンを落としたところが映ってるんです。そこに。 影になって、まる、あ、で鏡のように、シルエットが、うん、彼女のシルエットが映る。本人そのまま映すんじゃなくて、くてちゃんと鏡越しに映ってるっていう、そうそうおしゃれだね。そこを見ているリチャードの顔が半分くらい映って、うん、だから全然二人は出会ってないけど、鏡みたいになったところには二人が映るっていう感じのね。で、その映ったところを気づくんですか気づくあ。ああ、感情なるんだ。あ って言って、うんうん、そして彼女のとこ行くわけです。で突然そんな人が現れたビックスじゃないですか？でえ、変な人が来ましたよ。<laughs> そうそうはい。ただあなただったのねって彼女は一言言うわけです。<ー>で、それをリチャードは聞いて、僕を待ってたんだ。うんうん、で、そういう理由では実はなかったんですけど。違うんですか？ええ、うんうん、でも二人はまあかなりリチャードがこうぐいぐい行ったのもあって。て、うん でだんだん親しくなりますでもその日にちって短いんですけどね時間的にで彼女の芝居も見に行ったら彼女の心の中ではもうリチャードのことばっかりだからリチャードに対する気持ちはアドリブで言ったりしてこれは僕に対する気持ちなあ盛り上がってますよ盛り上がりますただここに一人マネージャーがいて「そんな恋なんかにうつつを抜かしてる場合じゃない」よし来たそういうとこでねちゃんとここで出てこないとそういう人がね一人。これクリスー・プラマががやってるんですね うね、サウンド・オブ・ミュージックのあの怖いお父さん<ー>あの俳優さんですあー険しい顔して,てきはる関春やね何かと邪魔をしようとするけれども、うん、二人の恋はもう燃え上がりますデートで湖が近くだからこうボートに乗ったりして、うん、でその時に流れる音楽がジョン・バリーの本当にいい音楽でで何かあったらラウマニノフの曲が流れ ジョンバリーの曲がなもうねそれだけでで十分に酔えるんです二、うん、人はやがてこの芝居は終わってその日に終わって翌日違うとこ行かんならんからうん、うん、もう本当は会えなくなるはずなんだけど彼女が「もう私女優をやめてもいい」<laughs> あなたと一緒にいたい」うん、もう激しい恋に落ちましたね。でこの二人のキスシーンがね、うん、すっごく上手に撮ってあるんです。ただのキスシーンなんですむ<え> 綺麗なんですようん、うん、もうその唇の感触が見ている私に分かるぐらいのすっごい上手で、えーうん、でもねこの監督っていうのがヤノット・シュワルツっていう監督さんなんですがもう一、ね、がね「上手、ね、<laughs> デ,デ,デン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 」「ギャーン! <laughs> そう」って で、その後スーパーガール撮ってと、とか、全然ロブストーリー取らない人なんですけど、でも、そういうのもお得意なんですね。いやびっくりしました。これ監督の名前見て、あ、の監督はこれ取るか。いろいろ取れるんやね。やっぱりすごい。でも、ものすごい、この二人の恋と、そして、そして時代背景とクラシックな雰囲気が。よく合ってるんですが、うん、さあ、そしたら二人で、もうこれから一緒に過ごそうか。 っていうくらいもう一日や二日の話ですよこの二人の恋が燃え上がるのはすごいですよね。うん、なった瞬間に、はい、あるもののせいで、うん、リチャードがスガーって去っていくんですでそそ1918年から現代に戻っちゃうんですなんかこう吸い取られる感じそう吸い取られる、うん、うわーって感じちょっとでも 面白い。急にそうなるの？そこまですごい綺麗で幻想的な映像でしょ。もうね無理やりだから引っ張られるわけ。でもそれはあるものが原因。何あるもの？こんなあるものがすごいんですよ。あるものがすごい。ここは内緒ね。内緒。これはもう映画をご覧いただきたい。えそれびっくりする。見たらこれみたいな。いやいや。なるほど。そうなんだ。納得ね。ちゃんと今までのこう考えてたら。 なるほどっていう,う。それで吸い取られてエンディングに向かっていくと。そう。う<ー>。だただね、もうこのロマンチックさと、それは確かに賛否両論あるかもしれないけど、この完成度の高さ、うん、音楽の素晴らしさ、うん、そしてやっぱりギリシャ彫刻のような。うん このクリストハーリーブとそしてものすごい綺麗なこの女優さんもうジェン・シーモアの顔と小物を人っ見てたらこんなに素敵な映画なんで当時はたれへんかったんやろそうかスーパーマンだったからじゃないそう,そうですね多分ねちょっと違いすぎたねた違いすぎたからねでも午前10時の映画祭とかで上映されるようになってこんな隠れた名作があったんだ この番組をお聞きの方がああれ見たよって思われる方もいらっしゃるかもしれないしそうじゃなくっていやちょっとこの夏休みそれも見てみようかなって思われたら配信でご覧いただけますのである日どこかで1981年に公開された作品です。<music> 緑ひろみの「好きなことしかしゃべらへん」さて変わりまして宇野ひろみがここから担当いたします。はい、本日はもうみんな知ってる ワンピース知ってますミドちゃんも知ってますよね。私は歌舞伎で見ました。変わってますね、そこがね。<laughs> 歌舞伎から入って漫画とかはあんまり読んでない。アニメも大して見れない。<laughs> というミドちゃん、歌舞伎は見ておりますさすがでございますセレブな雰囲気でございます <laughs> それはワンピースなんですけれども、もうあの、本当に簡単に言わせていただくと、ルフィという麦わら帽子かぶった少年が、 海賊王に俺はなると言って海賊王になることを目指して、えー、どん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 冒険をしていく話です。はい、以上です。え、<laughs> そんだっけ。はい、もうこれこ,れこれもうこれしかないもん。<あ>話はこういう話だもん。そうなん <laughs> いろんな島行って <laughs>、いろんな海賊たちと戦って <laughs>、こわーってなって、でみんな仲間になって進んでいくという話なので、もうこれ以上喋れないです。 あの手がグーって伸びるあるですよ。ゴムゴムの実ね、ねあれはいろいろそうあの悪魔の実がありまして、それを食べていろんな人たちが出てくるんですけど、もうそれも言ってたらもう皆さんご存知なので、はい、もうこれも割愛させていただこうかなと本当にね多いんですよ。ワンピースのファンの方はいやすごいですよあれアニメになって。 た時にどんんだけお客さん多か,ったかそうであの映画化もね<え>もうこ,この夏ももう映画始まってますよね,うすねもうそれももう大人気でなんかプレミアムのなんかでねピースデイでねでなんかいただけるんですね早めに行ってそうそうそうなんかねいろいろあるからもうみんなそれでチケット買ってとか言ってやってるんですけれども何せ何せもう物が大きすぎまして私の手には負えません。 <laughs> でもひろみちゃんこれは一作目から読んではるんですか、ね、え言わせていただいていいですか、はい、ざっくり <laughs> まあさっきの説明でざっくりやな思いましたけど <laughs> アニメは結構見てるんですテレビの方の、はい、アニメは見てるんですけど漫画がこれ言うと私ものすごいファンの人敵に回すから。回そ回そ敵に回そ 絵があんまり好きじゃないんです。ぶ <laughs> っちゃけにましたよ。それあかんでしょう。いうてもった。今のカットしてもらっていいですか。<laughs> でも、あんなにファンが多いじゃないそうなの。その魅力は何なんですか。やっぱりそのストーリー展開もあるしね。うん、本当に内容はものすごく私好きなんです。うん、みんな仲間と一緒になってとか、もう本当にこの一個ずつ戦いを見ていっても、その相手にも。 ドラマがあるしあ<ー>敵役の方にもだから相手のそのドラマに涙してしまうこともあるし、うん、って一つ一つちゃんとものすごくきちんと構築された上に成り立ってるから話としてはものすごく面白いんですそれはほんまに面白いんですでも私絵がそんなに得意じゃないんです <laughs> <laughs> そうなんよこれ本当申し訳ないんですけど進撃の「巨人」もアニメは好きなんですけど。漫画の 絵がちょっと怖怖いいんでですすよ確かにだから私「進撃の巨人」も絵はあんまり好きじゃない <laughs> <laughs> 先生には申し訳ないんですが漫画家のあ。実写も怖かったですよ進撃のの巨人ななかなかの迫力ででしょでもまだアニメは全然、うん、ですからそっちは見てるし、うんあ「ワンピースもアニメで今まだやってますからやっす、ね、そっちは見てるんですけどじゃじっくりじゃあ漫画を読むとなるとそっちの方になかなか食いついていかなくて。 ただ内容はある程度ちゃんと分かった状態なんですけれどもねですから今日ねなんでこの話をしようかなって思ったかっていうと、はい、じゃあワンピースってみんなそんなにファンがいるけど、うん、どんだけすごいんやろ っって思ったんですよすごいでしょう、うん、みんなすごいって言うけどじゃあ具体的にどんだけすごいんやろむっ,っちゃすごいでしょじゃあいくらぐらいすごいんやろ <laughs> やそれいくらぐらいそれはお金の問題 <laughs> いやだ,だってこんなにもう今年でね25年ですよ「うん、ワンピースが連載「週刊少年ジャンプで」でされてから1997年だもん7月から始まってるもん そこから始まっているのでもう25年ずっとルフィはルフィのままなんですよ元気で、うん、ゴムゴムの身ーチ伸びてるわけですよずっと <laughs> そういろんなとこ行って活躍しているわけですよだからこの25年でこのワンピースというのは一体どれだけのモンスターなコミックスになってきてるんだろうと思って、うんうん、ちょっとそのあたりを調べてきたんですけれどもね、はい、これあの全世界の 累計発行部数、コミックスの。あ、コミックス。今もう100巻以上出てますけれども、どれぐらい売れてると思いますえ、でも100巻出てて。多いですからね、関数は。関数は全世界ですからね。はいはい。ざっくりでいいです。世界世界で。何千万ぐらいいや、もう元です、元です。え、億億です。何十億いや、何十億までいかないんですけど、正解言いますと、4億9千万部。 それ100巻でしでも今102巻ぐらいまで出てますからね。えー、そ,それで4億9千万部今売れてまして、まあ、今年中には5億部いくだろうというふうに予測が立てられてるんです。すあのう巻がだいたい一巻が大体ミリオン売れれば大売れと言われているこの漫画業界で,で、ねうん、初版部で400万部とか出すんですよね平気で。 1巻出すとにもう後半になってくる最初からもう立ち上がりの1巻は確か30万部ぐらい売れたんですけど、はあ、2>, もう2巻目以降はもう全部100万部越してきてて、うん、でもう途中からはもう売れるのを見越して400万部以上で初版をかけてるのでそこからまたどんどん売れてきてるのでっていうことでトータルでもう5億部に今年いくだろうと。 最も多く発行された単一作家によるコミックシリーズとしてギネス世界記録も樹立してるんですよすごいギネスにもこの小田英一郎先生の名前がポンと持ってるわけですよねだからもうあの普通ね缶を増すごとにちょっとほら落ち着いてきたりとかそうですねちょっと落ち目になってきたりとか真ん中あたりではちょっとだれたりとかねそ,<う>それがねも ワンピースにはないんですずっと同じかそれがちょっと上がってきてまた落ち着いてそしてまた上がってくるっていう,う波がねもうどんどん上がっていく階段なんですよね。ねそうそういわゆるそうですよねで落ちることがないので上がる一方ひろみちゃんさっきね「はい、全世界で」って言いはったけどうん、うん、どのくらいの世界でこれ。 発行されてるんですかいやもうどこが抜けてるとか言えないぐらいのだから各国でほんまにこのコミックスといえば日本のコミックスといえば「ワンピースっていうぐらいのレベルの知ってる人、えー、ばっかりっていうぐらいの、はい、もそれだけファンがいるのでそうなるとコミックスだけじゃなくって例えばキャラクターグッズとかねうんあとアニメ化され。 映画化されのお金とかいろいろありますよね、はい、そうなるとあら小田さんは一体おいくらぐらいお持ちなのかしらってこれはね <laughs> あの漫画家さんってすっごく当たったらボーカルって聞いてますそうなんですよそこなんですよだからまあアニメとか映画にならなくてもうん、うん、で百巻も出さなくても、はい、例えば、まあ、10 十巻ぐらいで、ね。はい、でも、ものすごく儲かるって聞いてます。はい、そうなんですよね。だから印税といわゆる印税,印税というものですよね。大概、あの、一冊を入れたら、一冊かける十パーセント。です,ね、ですよね。印税詳しいです。私、本出した。なるほど、なるほど。<laughs> 全然あかんかったですけどなるほど、そうですよね。ねえー、大体、えー、ワンピース単行本一冊四百四十円、平均。四百四十円。四百四十円で買えます。はい。四十四円。 でそうなりますよね一、ええ、冊売れると、ねうんでまあそれがまあ5億部 <laughs> 売れるとまあこれは今予想ですから今4億9千部ぐらいなんで、うん、ざっとざっと計算させていただきますと予想印税収入は215億6千万円になりますここの人一人でもらえはるんですか小田さんですからね小田さん一人, <laughs> 人でやってはるからはい小田さんの名前でこのお金が印税として入ってきます215億はい もちろん,ん 1> 第1位のこのコミックスの中では漫画本の中で一番売り上げてる人ですから、えー、4億、ね、9九千万部売り上げてますからねで第2位がちなみに「ゴルゴ13」なんですあそうなんよデューク東郷」ですええー。俺の後ろには絶対立つな嘘、えー、絶対立つなのなぜ <laughs> <laughs> かデューク東郷頑張ってるんですえデ、ー、ューク東郷と「ドラえもん」が一緒ぐらいなんですけど<ー>それでも3億部 あ,あ、そう、そうして考えたら、五億近いのと三億で結構大きいですよね。大きいですよ。ゴルゴサーティンもあれも全世界なんですか。そう、もう全部のを計算してですね。の後ろに立たた。ただ、ただ、全世界と言っても、どこまでその、あの、デューク統合が言ってるかわかりませんけども。<laughs> そうですね。まあ、あの、全世界でも読まれてると、世界でも。日本以外でも読まれてる国が多いと。 『まあドラえもんもしっかり』ドラはねまあねそ、ね、こに行くんねあのそうそういろんなところにアジアとか行ってこう音声吹き替えられてやったりしてますけども、はあ、あとその後に『ドラゴンボール』が続いていたりとか<ー>で最近話題になってる『鬼滅の刃』が大体いい8位から9位ぐらいにでそうなんです鬼滅はまあそんなに関数がいってないので二、ね、十、えー、何巻で多分完結しちゃってるので、まあ、そこまでいかないんだろうと思いますけどやっぱり100巻超えで。 それもずっと右肩上がりで小田裕一郎さん215億円どんなにしてはんのやろそで,でそれでどんどん計算していって以前小田さんがテレビで特集されてて企画もので、うん、で小田さんの顔を映さずにいろいろこうなんかちょっと特集を組んでいくっていうの,のテレビがあってそれ見てて私ひっくり返ったんですけど小田さんの年収がそこで。 言われててあっそうか億円が年収じゃないですもんね年収じゃないんです、うん、予想印税すべてのトータルで入ってくる印税,、ね、印税収入だから、うん、年収ってどれぐらいなんだろうなっていうことで、はいえー、原稿料アニメ映画化される時の金額、えー、あと印税プラスキャラクターグッズもろもろ含めると年収が31億2228万円。は はい、でもそれがどのくららいい大きかかはよわへんです年収ですからでも、うん、で年収にまあ手取りで考えると17 17あそなる1 7 1 7 1 7億から19億円になるなと私は勝手に計算をしまして <laughs>、ええ、でそこから単純計算して月収にするとおよそ2億円か一月で2億円 2> ああだんだん近づいてきたな <laughs> <laughs> どこに近づく <laughs> すごいですよねでもそれを生み出すにはやっぱり 常に漫画書いてあるとアシスタントの方が言うには、うん、起きてる時は大概漫画書いてありますっていう小田英一郎さんって他にも出してあるんですか違う作品えっとねワンピースの前にワンピースになるであろう最初のこの版は書いてますけど <laughs> その後ワンピースで全部着てると思いますよ へうん、あそ,それ以外の例えばそこに出てくる登場人物の外伝とかはいろいろ書いてますけどそれ以外では私ごめんなさいちょっと存じ上げなくってもしかしたら書いてらっしゃるかもしれないですけどもやっぱりこのワンピースで。 で,すまあ、でも最初描かれた時はこんなに当たるとは思えはらんかったと思いますけどね、うん、でもこの人がすごいなと思うのは油絵が趣味のお父さんがいらっしゃってね、はい、そのお父さんの影響で幼い頃から漫画を描き始めて絵を描き始めてるんですけども、はい、自分が4歳の時に漫画家という職業の存在を知って大人になっても働かなくていい仕事があるんだって。 自分の好きな絵を描いて、えー、働かなくていい仕事があるんだって思って漫画を目指したって本人がおっしゃってるんですよね。で、小学校でサッカー部に入って、うん、で、サッカー部でそっちの方に行くのかなと思いきや、こう、チームがすごく楽しかったらしくって、そこでなんか仲間と何かをする漫画を作りたい。<ー>ものすごくそういうチームで何かをしする漫画を作りたいってなって、中学時代に入って、ジャンプに海賊の漫画を描こう。 そこでもう決めてそこから目標を定めてアイデアをため始めるんですよ。だもう中学時代からも自分の道をバーンと決めたんですよね。 大谷選手みたいですねだからすごいねやっぱりそういう子はそうなるんですよ、ねね、自分で決めたところに目標を定めたらそこに行くんですよ、うん、え、小田さんっておいくつなんですか1975年1月1日生まれだったと思いますけどもまだ若いじゃないですかです47歳だからこれからまだまだどん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 ワンピースはね、うん、あの面白くなっていく最後今フィニッシュの方にファイナルに迎えに行くために救済中ですけども、はい、そこに行くためにどう面白くするかを考えてるみたいなことをねおっしゃって ここからもうワンランラク上がりますよめっちゃ楽しみですよねめっちゃ楽しみやけどもうそなに働かんでもええって感じもしますでも待ってる読み手側としてはここで終わられてはかなわんぞともう一つ盛り上げてくれよって気持ちもあるからい,、ね、いろんなプレッシャーはあると思いますけれども、はい、今日はあの内容はもうそっちのけでお金の話ばっかりしてしまいましため <laughs> っっちちゃお金持ちになった気分です。<laughs> 今後の小田さん先生にも注目したいですね。 いかがでしたでしょうか。後半はお金の話にギラつきっぱなしで本当にワンピースのファンの方には申し訳ないことをしたと少々反省しております。来週からちゃんと喋ります。<laughs> はい。そんな話もとっても楽しいです。<笑><笑>ええ来週以降もまたあの聞いてください。で皆さんからのご意見ご感想などもお待ちしております。アドレスです。好きアットマークダイコクビードットコムアルファベットの小文字で。